はい、時事チューバーマシャペイです。今回は麺屋M本店さんのつけ味ラーメンについてご紹介していきたいと思います。僕が一番大好きなメニューで、つけ味に合うトッピングや注文方法なども後半の方で紹介していますので、最後まで見てくださったら嬉しいです。また他にも麺屋M さん紹介しています。よろしかったら見てください。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。尺丼です。大つけ味ラーメン、生姜ダブル、味玉、カレー別皿、フライドオニオン、粉チーズ、野菜、油別皿でいただきました。茹で前 1200g で最初からスープが崩壊していました。ではいただきます。麺屋M さんにマシャペイ専用丼があります。多い時も少ない時もこの丼で食べてきましたが、店主はこの丼にすごい量を持ってきます。この日も茹で前 1.2 キロの量を盛られました。さらに野菜が別丼で盛られちゃいましたね。他の店だとこれが出てくると多分かなりざわつきますが、もはや麺屋M では日常茶飯事なので見慣れた光景となっています。さてここから麺を野菜丼へ移動。食べやすくなるのと、麺がスープを吸わないようにと、ビジュアルで少なく見せるという僕の量を食べる時の作戦です。ビジュアルに負けてしまうと心が折れてしまうので、自分の中で見慣れた光景としています。さて麺屋M のつけ味ラーメンなんですが、僕の動画で何度も出てきますがご説明させていただきます。つけ味とはつけ麺をラーメンとして食べるつけ麺味のラーメンです。もちろんつけ麺のスープにドボンと麺を落としたものではなくて、ちゃんとラーメンとして成立させているものなのです。麺屋M のつけ味ラーメンはラー油や背脂や柚子などデフォルトのラーメンとは一味違ったラーメンです。つけ麺の汁って結構濃い感じになりますが、つけ味にするとかなりマイルドになってとっても美味しいんです。食券機にはないので、つけ麺の食券を購入して渡すときにつけ味でと頼みます。ラー油が入っているから少し辛いかと思います。だからラー油抜きというのもできますよ。つけ味のラー油抜きって頼んでください。つけ味に合うトッピングが僕のおすすめはフライドオニオンと粉チーズです。ラー油苦手な人でも粉チーズでマイルドになるので結構いけます。これが最強にうまいんです。本当に合うんですよ。こちらのトッピングも券売機になるので100円現金で食券と一緒に渡してください。フライドオニオンと粉チーズで200円ですね。さらにさらにです。このつけ味に合うトッピングカレーです。最初はカレーは別皿をおすすめします。自分で好みの味に少しずつ入れるのがいいです。結構少しでもカレー味になるので、本当に少しずつがいいと思います。スパイシーなつけ味になります。カレーは食券機で売ってますよ。そして最強兵器が辛ネギです。これはちょいピリ辛が好きな人におすすめです。少し辛めのつけ味になります。辛いネギも現金100円でトッピングできます。はい、ということで 1.2 キロをギリギリ食べましたが、野菜がなければもう少しいけるかもなんて、いつか挑戦してみたいですね。はい、ってことで麺屋M さん、さすがに 1.2 キロはお腹いっぱいですね。つけ味ラーメンだから最後まで食べることができました。大好きな一杯です。ピリ辛で柚子風味でいろんなアレンジができて美味しい一杯ですね。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それではまた。